はい。皆さん、こんにちは。村長です。もう、YouTube の上の方にですね、YouTube からのお知らせが来ているのを見られた方もいてると思うんですけれども、それをクリックしますとですね、YouTube の収益体系が変わりますよというような案内が出てくる。そういうふうになっている方も多いんではないでしょうか。もちろん、 YouTube の自分のチャンネルが収益化プログラムに入っていないとこれはできないことなんですけれどもでも収益化になっているミュージシャンの人にはとってもとってもとっても朗報なお話です今回音楽コンテンツで収益化するということができるように近いうちになるようですちょっと画面で書いてあるんですけれども これを少し読んでいきたいと思います。現在、YouTube パートナープログラムに参加している米国のクリエイターに順次公開されているクリエイターミュージックを、今後は米国以外で同プログラムに参加しているクリエイターにも提供していく予定です。はい、こう書いてありますように、今はアメリカの方だけでテストをしているようです。このテストというのはいくらか 選ばれたパートナープログラムのユーザーに対してですね、実験的にやっているようなんで、それが済んだらですね、全世界の YouTuber の人にもですね、現実この収益化プログラムが始まるというふうになるようです。続いて読んでいきます。クリエイターミュージックは、随時登録曲が追加される膨大な楽曲カタログです。 これらの楽曲は長尺動画での使用が可能で、収益化の機会を損なうこともありません。クリエイターが音楽をコンテンツに使用した際にも広告収益を得られるようになる一方、アーティストや音楽の権利所有者にとっては、YouTube で収益を得る新たな方法となります。というふうに書いています。ここまでのことを解説するとですね、まずこのクリエイターミュージックというシステムは、 ショートでは採用をされないですけれども、長尺動画、まあ一般的な動画ですね。ここで YouTuber は自分が使いたい音楽をですね、今までで言えばオーディオストックとか iTunes とかそういうところで楽曲を手に入れてですね、そしてそれを使うわけですけれども、簡単な形でまだ今どんな風になるかの詳細はわかりませんけれどもですね、 YouTube スタジオのところから楽曲の検索などをしてですね、そして使えるようです。で、ショートの仕組みはまた別にあるようですがなお、YouTube ショートではクリエイターミュージックは必ずしも必要ではありません。YouTube ショートの場合、クリエイターはサウンドライブラリの音楽や音声を使用して収益を得ることができます。はい、ショートでは 音楽制作者に対してですね、どういうふうな収益がもたらせるかはちょっとここの文面では分かりにくいんですけれどもまあ、何せ長尺の動画とショートでは少し取り扱いが違うということになりますクリエイターミュージックの楽曲を使用するクリエイターミュージックには YouTube スタジオからアクセスできます。ここで、お気に入りのの楽曲の検索やプレビュー、 動画内での利用方法の確認などが行えます。動画内での使用に際して、それぞれの楽曲ごとに次のいずれかのオプションが表示されます。1。ライセンスを取得する。使用料を前払いすることで、一部使用料がかからない楽曲もあります。収益化の対象になっている動画で音楽を使用できます。収益化の対象になっていて、音楽のない動画と同じ収益分配を受けられます。2。 収益分配使用料の前払いなしで動画の収益を楽曲の権利所有者と分け合うことができます利用可能なオプションは楽曲ごとに異なります中にはライセンス付与や収益分配の対象として利用できないものもありますそのような楽曲を動画内に使用した場合動画がコンテンツ ID の申し立てまたは著作権侵害による削除の対象となる可能性があります といいいうに書いています。先ほども言いましたようにこれはですね YouTube スタジオからアクセスできるということですそして検索システムや一部分を聞いたりするようなことができるようになっているようですね2つの選択方式があってですねそのライセンスを前払いで購入して使うということもできるようになっているようですまあこれはですね あまり利用されななないかなといいではかとうに思っています。前払いというのはですねちょっと荷が重いですので荷の収益分配というのでですね前払いなしで実際使ってそして YouTube のアクセスが増えたらですね払うと使う側の人はこの2番の方が楽ですのでですね楽曲提供者はですね もし選択できるのなら、この2番の方にしておく方が使ってもらいやすくなるんではないでしょうか。こういうことで、わだわだ解説する必要もなかったんですけれども、僕は以前からアマチュアミュージシャンの方にも、できたら YouTube は収益化になるまで頑張った方がいいんではないかとずっと言ってきました。YouTube にアップしている アマチュアミュージシャンの人はたくさんいてるんですけれども現実を見てみるとですね二桁台の閲覧回数しか出ていない方とかですねなかなか YouTube を伸ばすのが難しいそんな風に感じてられるミュージシャンの人も多いんではないかなと思うんですねで以前から僕の方ではですねまあ音楽を一生懸命作るのと同じぐらい PR というか YouTube のテクニックをマスターしてですね、サムネイルが大事ということをもっともっと勉強してですね、サムネイルやタイトルをですね、工夫してやらないとですね、僕が見たところほとんどのアマチュアミュージシャンは楽曲名とか自分が制作した旨をタイトルとかサムネイルに入れてるんですけれども、 よく考えてみてください。そんな名前も知らない人の作曲、作詞、そういうのが入っていて何か得をしますか僕は名前とかがない方がずっといいと思うんですね。誰が作ろうと音楽は音楽です。そして自分の名前というのは悲しいかな、時には悪い方のイメージになることの方が 多いいと思いませんかなぜなら誰が作ったかもわからなかったら聞いてみようとも思うんですけれども名前も聞いたことがないような人の動画をですね簡単にクリックして聞いてみるというのは僕はそれの方が少ないまああの嬉しい話ではないですけれどもそんな風に感じています YouTube に表示されるということを インンプレッションと言いますそしてそのインプレッションされた動画をですねクリックするそれをインプレッションのクリック率とか言ってアナリティスクでちゃんと確認ができるようになっていますこれがとっても重要です大体の人は3%から4%というのが多いですけれども やはりサムネイルを工夫したりすることによってクリック率というのは大きく変わります。ある方が僕のサムネイルを見てですね、すごく文字などがまあ格好悪くと言ったらいいんでしょうか。そんなにクオリティが高いというようなのじゃなくて、ボーンとタイトルが出てきてですね、音楽の YouTube というよりも 最近の僕のサムネはですね、まあ目立つことだけに専念してるようなんですね。でもそれを見た音楽をやってる人は、村長さんのサムネイルは全然かっこよくないので、あんなのはダメなんじゃないというふうに言われた人がおられます。でもかっこいいスマートな動画というのはですね、ミュージックビデオではもう当たり前でですね、かっこいい動画、 なななな動画なんててて誰の目ににも止まままらいいほどになってしまっしす僕はちょっと恥ずかしいぐらいの目立つようなそういうサムネイルが大事だと思いますしここ数ヶ月そういうふうにやってみるとですねもうアクセス数が全く違いますねそして僕もこの23ヶ月でかなり YouTube の登録者さん そして閲覧数が増えています。やはりサムネとタイトルは目立つこと、それが必須条件だと思います。皆さんもそういうところを工夫してですね、本来は伸ばしてほしかったんですけれども、なかなかミュージシャンというのは自分の理想というものがありますので、そんな下世話なサムネイルにするということは、 自分が自分を許さないというところもありまして伸びていないのが現実です。ですけどちゃんとした YouTube のセオリーにあったですね目立つクリックのしてもらいやすいサムネイルを作ることで YouTube も1000人の壁というのが高いと言われるんですけれども僕は少しの工夫でそんなに大げさに頑張らなくっても 伸ばすことはできると最近はつくづく思っています。こういう新しい取り組みが近いうちにスタートするようですので、ミュージシャンの方は本気で考えた方がいいんではないかなと思います。他のサブスクでもですね、著名人のミュージシャンの方はサブスクでやはり大きな収益を得てると思うんですけれども、 アマチュアミュージシャンとかインディーズさんはなかなかそこまでいかない。そりゃそうですよね。音楽行く前に知名度がないわけですからなかなか難しいというのが現実だと思うんですね。オーディオストックとかいうものも日本というのがほぼ中心になっていますのでなかなか伸びてきませんが一つ情報としましては シンセサイダー V が1.8というバージョンになってですねとっても英語の発音がやりやすくなって楽曲が作りやすくなったんですねということはもう音楽の世界も世界をまたにかけてですね歌ものでも作れるようになったと思うんですねですから皆さんカバー曲の DTM とかに取り組んでいる時間があったらでですねできたら自分のオリジナル曲を作って今回の YouTube クリエイターミュージックこういうところにうまく乗ってですねやれば YouTuber の方には日本ではひろゆきさんとかいろんな著名な YouTuber がたくさんいます。ちちちちまちまちままサブスクの音楽配信で 何十円とかいうことで利益を上げていくよりは、このクリエイターミュージックをうまく使えばですね、少し化けるほどの収益に分配されることもあるんではないかなと考えられます。ぜひこれからもこの情報を出していこうと思っておりますので、皆さんも一度真剣になってですね、YouTube に 参加してみることをお勧めしたいと思います。村長スタジオでした。ありがとうございました。